はい、ということで、今年の FA 戦線ということでね、山川穂高選手がね、ソフトバンクに移籍したというところで、始まってまいりましたけども、ちょっと、衝撃的なニュースが入ってまいりまして、その山川選手はね、まあ、人的保障がつくわけでございますけどもね、年もなく的にね。というところでね、さあ、プロテクトの方をね、ちょっと予想してまいりましたけども、まさかの出来事なんですね。和田毅投手がまさかのプロテクト漏れなんですよ。ちょっとフロント陣何考えてるかよくわかんないですね。昨年8勝を挙げてるんですよ。で、チームで2番目の勝ち柱と言ってもいいと思います。有原投手が10勝で、和田投手が8勝ということで、左のエースとして、まだ42歳ではありますけども、まだ十分戦力として、ソフトバンクの核としてこうになっていた、まあ、大ベテランでございますけども、まあ、これがまさかのプロテクト漏れということで、小久保監督がね、昨年の末にこう明言してましたけども、有原投手と和田投手は、先発、ローテに、確定してたんですよ。っていうところで、これは小久保監督の話を聞いていないのか、フロントはね、プロテクトから外したというところでございまして、でもこれはアホとかバカ以外の言葉以外見つからないですよね。まあ、これが西武に渡ったということで、来年の、西武投手陣は、さらに興味増しそうですね。河野投手も残留となりましたし、平良投手に今井投手とかね、ソフトバンカー投手陣が、弱体化しました。